こんにちは、旬代理メンバーのすずです。どうもこんにちは、旬代理メンバーのしずです。今日はおしず様に就活の体験談を聞いていきたいと思います。一番最初に就活のイベント行ったのは大学2年生の4月とかかもしれない。めっちゃ早いですね。やる気に満ちあふれてあの頃は内定出たのは大学3年生の12月が一番最初。あ、早いじゃないですか。もう私はそこでやる気に満ちあふれてて、もうこの会社しかないってなって内定承諾します。はいはいはい、反抗します。はい、反抗したんだ。就活終わる気満々だったからさ、はいはいはい、私はこの会社で働くんだっていう気持ちになってて、うん、インターンをさせてもらったのね。やる気に満ち溢れてたから、うん、内定者インターン。あ、そう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 。何月か、何月。大学3年生の1月か2月ぐらいにスタートして、そこから半年ぐらい長期インターン、その長期インターンをさせてもらう中で、うん、私がしたいことこれじゃないかもしれないって思うようになっちゃって、その会社が悪いんじゃなくて、私がちゃんと何をしたいかっていうのを自己分析できてなかったのが悪かったんですけど、その時は何をしたいと思ってその会社に行って、どこが合ってなかったなって感じたんですか？何がしたかったんだろうね。成長しましょうみたいな会社だったのね。めっちゃ成長していきましょうみたいな、私めっちゃ成長したいって思って、うん、で入ってみて、メガベンチャーだから自分次第だから、まあ成長できる人はもちろん成長できるんだけど、結構分業化が進んでて、自分裁量もあるんだけど、やることは大手と一緒みたいな。なるほどなるほど。そうそう、ベンチャーマインドできてるから、あんまり企業研究とか自己分析そこまでせずに入っちゃったから、ミスマッチが生じてしまった。生じてしまった。それに気づいたのは何月なんですか？それに気づいたのは4年生の5月か6月ぐらいに、徐々にここじゃないかもしれないなってなってきて、いやでも内定承諾してやる気満々だったし、まあ、このまま入社するっていう話だし、とか言っていろいろ悩んでて、でまあ最終的に6月ぐらいにここじゃないってなって辞めた。辞めたのが4年生の6月とかじゃないですか、うん、4年生の6月から就活再開することって可能なんですか？おしずさんもその時期に大手からちゃんと内定もらってるじゃないですか、うん、マイナビっていう最高人会社に入ったんですけど、はいはいはい、どうやって就活進めてたんですか、その時期？普通に6月にまだ選考やってて。あ、そうなんだ、うん、全然普通に募集してた。ただ、まあ、ちょっと終わりかけみたいな、マイナビに限らずだけど、どこの企業も何回目の第1ターム、第2ターム、第3タームみたいな感じの募集が分かれてるうちのギリギリ最後ぐらいのやつでまだ募集してたって感じ、はいはいはい、最終的にマイナビ以外に2社内定もらったんだけど、これは知り合いの紹介リファラルみたいな感じのベンチャー企業と、私飲食店が好きなのでご飯食べるのが、だから飲食系のマーケティングやってるスタートアップに自分で社長に知り合いだったから、メッセンジャーで募集してますかみたいな感じで応募して、で3社内定もらったっていう。焦りとかなかったですか？いや、もう毎日汗してた汗やばいやばいみたいな。不安とかそういう感情どう解消してましたか？どうしたんだろうね、うん、行動するしかないし、早期内定意味ないっていう、稲山くんの説教動画が上がってるんですけど、はい、社会人になってからはさらに思うけど、本当に就活失敗しても全然余裕って感じ。それはなんでそう思いますか？周りに就活うまくいかなかったとか、そもそも大学行ってないとか、エフランに行ったとか、まあ、いろんな状況の人いるけど、まあ、それが理由で失敗してる人って、成功してる人しか見てないから、あの最終的にそうなってるだけかもしれないけど、ネガティブっぽい感じの条件でも全然成功してる人めちゃめちゃいっぱいいるのを見させてもらったし、自分もその社会に出てみて受ける評価って、その早く辞めたからどうとか、どの会社に行ったからどうとかっていうよりも、自分がどれだけなんか考えを持って行動してるかみたいなところを見てくれる人の方が多いから、肩書きとかにとらわれすぎるのは良くないなっていう。そこで不安にならなくていい。そこで不安になる必要ない、ただ努力しないのは良くないなって普通に思う。一番就活をやってた時期は、就活と並行しながらそのガクチカを作るための長期インターンもやりつつ、長期インターンめっちゃやるけど、一人暮らしでお金ないからバイトもしなきゃいけなくて、まあ、まず朝、まあ、普通にインターン行って、夕方まで働くじゃん。でその間に面接とか自己分析とか入れつつ働きつつみたいな感じで一日やって、夜は帰ってから12時ぐらいまでバイトして、で次の日朝来たらまたインターン行って、就活しながらインターンの仕事して、夜はドラッグストアでレジ打ち12時までやってみたいなのをずーっとやってた。すごいな。でバイトそう、モチベどこから来たんですか？その時は焦ってたから。何に焦ってたんですか？内定もらえないかったやばいみたいな、就活失敗したらやばいって私も思ってたからね。その時はもう泣いてもらえて人生終了とか思って勘違いしてたから、その不安を払拭するためにその行動をするしかなかったっていう感じかな。
もうこの会社サイバー第一志望多すぎてやばいじゃん、うん、私もサイバー第一志望だった。あ、そうだったんだ。普通に落ちて、うん、人生終わったと思って、素敵な社渋谷で働く社員になるはずだったのに終わったって思ってたよね。どう回復したの？もう本当に行きたいんだったら後から転職すればいいし、うん、別にそれが全てじゃないから、うん、目標をどこに置くかするね、うん、内定をもらうその会社に働くことをゴールにしちゃったら、うん、へこむかもしれないけど、うん、私のゴールはその先の先の先に設定してるから、うん、なんか成り上がりたいじゃん成り上がりたいがゴールだから、うん、まあ途中で裁判に落ちても、うん、その成り上がるというゴールに到達するためには違う道もあると思ってるから、うん、自称に対していちいち落ち込まない。望月様から今の就活生にメッセージとかあればぜひお願いします。不安なこととか、周りが内定出て焦ってるとか、内定承諾しない期限迫っててやばいみたいな悩んでる人いっぱいいると思うんですけど、重く捉える必要もそんなにないなと思うので、まあ、気軽な気持ちで、まあ、ただその頑張らないのはその頑張らない癖がついちゃうと思うんで、頑張りつつ休憩しつつ、マッチ度が高い会社、自分に合った会社を見つけてもらえたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ同じ状況の方、これから頑張る就活生の方、一緒に頑張っていきましょう。頑張れ。ということで、じゃあな。じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。